立憲、枝野幸男の街頭演説に、昨日一でイラッときた、がネットで話題。内容はこちら。立憲民主党、枝野幸男の街頭演説に、批判の声が起きているようです。では、内容を見てみましょう。小崎奈々、昨日一でイラッときた。他人にばかり求めるこの姿勢。安藤聡、こんなことしか考えない連中に大真面目で、これって全然ちゃんとしてない。いつも自分たちのことは棚にあげ、他人を批判するだけの立憲民主党。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。またブーメラン投げてる。自己 PR のお時間ですか？自己紹介されても、どの口が言うかね。ツッコミのテロップかと思いました。鏡を見て言いなさい。完全にブーメランですね。次はこちら。日本のために働かないのによく言うわ。責任ない人だから言うこと超気楽。おっしゃる通り、責任がないから好き勝手言えるんですよ。次はこちら。朝からめっさ腹が立った。今できることが街頭演説の人に言われてもな。この人10年くらい何もしてないですよね。羨ましい。適当なこと言って人の上げ足取って高級取り。揚げ足取りならオイラでもできる。多くの国民がイラッと来ているようですね。最後はこちら。画像を見てお前が言うなと思いました。どうでもいいことを蒸し返して国会を空転させ続け、その末に国会をボイコット。立憲のお決まりのパターンです。このご都合主義が腹立つ。森かけ桜がメインやったくせに。もう立憲民主党のやることは国民から見透かされているようですね。結論。立憲民主党の議員たちは自分たちがこれまでやってきたことを覚えていますか？できることをちゃんとやらずに責任のない政治ばかり。そんなことをやってきた人たちが与党を責めることなんてできませんよ。与党を責める前に自らが反省すべきなのではないのでしょうか。身内に甘く他人に厳しい、そんな人たちを誰が支持するでしょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。